どうもゆっくりマリサだぜ。どうもゆっくり霊夢です。霊夢、突然だけど、羊神事って知っているか？羊が1匹、羊が2匹だね。全く違うぜ。私が言っているのは、羊神事だぜ。ごめん、ごめん。それで羊神事って、何なの？日本最古の予言書と言われており、過去にはヤバすぎる予言を的中させている予言書なんだぜ。そうなの？そうだぜ。それと、最近注目が集まっている、住幸子さんという人物を知っているか？釈由美子さんだったら知っているわ。科捜研の女の人でしょ。違う、科捜研の女は沢口靖子さんだ。すみません、間違えました。ボロボロだな。反省しています。それで、住幸子さんは羊神事をもとに、ある解釈をしており、ネット上で話題になっているんだぜ。そうなの。ぜひとも話をお聞かせください。よかろう。それじゃ、今回は羊神事と、住幸子さんについて、いろいろと解説していくぜ。よろしく。それじゃ、早速行ってみよう。まずは、羊神事とは何か解説していくぜ。よろしく。羊神事とは、神天研究家で画家でもあった、岡本天明に、国のとこたちのみことという高級神霊からの神事を、自動書記によって、記述したとされる書物だぜ。国のとこたちのみことってなんだかヤバそうな神様ね。カードだったら、SSR くらいのレベルでしょ？評価が難しいけど、おそらく SSR 以上だと思うぜ。なぜなら、国のとこたちのみことは、日本神話に登場する神で、日本書紀においては、初めての神様と考えられているんだ。初めての神様と考えられているんだ。初めての神様だったら、やばいわね。限定配信で獲得できるくらいのレベルだね。まあ、言いたいことはなんとなくわかるな。それで、もう一つ気になることなんだけど、自動書記って何なの？自動書記とは、オートマキスム現象が起きている状態で、筆記を行うことだな。また、オートマキスム現象とは、心理学用語で、筋肉性自動作用という意味であり、あたかも、何か別の存在に憑依されて、肉体を支配されているかのように、自分の意識とは無関係に、動作を行ってしまう現象などを指すんだぜ。幽体離脱とは、違うの？違うな。幽体離脱は、あくまでも自分の体から、離脱してしまうことだからな。憑依される、オートマキスム現象とは違うぜ。なるほどね。少し話が逸れたので、ここまでの内容をまとめると、天明さんは、国のとこたちのみことに憑依された状態で、羊神事を書いたということになるぜ。よくわかったわ。でも、どうして天明さんに、国のとこたちのみことが憑依したんだろうね？それは、天明さんがもともと大本教という、国のとこたちのみことを原点とする宗教の信者だったので、憑依したと考えられているぜ。国のとこたちのみことは、天明さんを通して、世間に対して何か言いたいことがあったんだろうね。その可能性は高いだろうな。それで、天明は国のとこたちのみことに憑依された状態で、合計17年間かけて、羊神事を作成したぜ。かなりの年数をかけて作成したんだね。もしかして、17年間ずっと憑依されていたの？いや、それは違うな。1回目の憑依は、昭和19年頃で、2回目は、昭和33年頃に憑依されて、作成したと言われているな。また、そのうち1回目の憑依をされて作成したものを、本刊。2回目に憑依されて作成したものを、補刊と呼んでいるんだ。なるほどね。それじゃあ、次は羊神事には何が書かれているのか解説していくぜ。よろしく。まず、羊神事に書かれている内容は、いろいろとあって、予言以外の内容も書かれているんだぜ。そこで今回は、話がごちゃごちゃにならないように、羊神事の、基本的な予言だけを抜粋して、解説していくので、よろしく頼むぜ。それじゃあまず、初めの予言はこれだぜ。日本が一度潰れたように、神も仏もいない世界が来る。東京は一度潰れてしまうだろう。なんとなく予言の内容はわかるけど、つまりどういうことなの？この予言の解釈はいろいろとあるんだけど、一般的には第二次世界大戦によって、東京が焼け野原になってしまうことを予言していると、言われているぜ。なるほどね、確かに第二次世界大戦の時の東京は、ものすごい被害を受けたと言われているからね。そうだな。東京大空襲によって、東京は焼け野原となってしまっているからな。それに、日本が潰れたようになるとは、広島と長崎に落とされた、原子爆弾のことが予言されていると言われているんだ。確かに、原子爆弾によって、大きな被害が出たから、予言は的中していることになるね。また、第二次世界大戦後において、羊神事は、次のような予言を残しているんだ。悪の対象は、奥に隠れて居座るだろう。一の対象と二の対象が、大喧嘩をすると見せかけて、世界を操ることを考えている。このことは、すでに9割方完成しているだろう。これって、私が思うに、冷戦のことを予言していると思うわね。
鋭いな、その通りだぜ。ちょっとだけスカッとするわね。それで、冷戦のことを予言しているのであれば、1の大将と2の大将は、あの国だよね。そうだぜ。1の大将と2の大将の、どちらになるかは解釈によって異なるけど、一般的には、アメリカが1の大将と、旧ソ連が2の大将だと、考えられているんだぜ。国名を出さずに、大将という言い回しをするところが、なんだか不思議だね。確かにな、一説によると、大将とは国などを治める人に対して、使っていた言葉なので、このような言い回しになったと言われているな。確かに、戦国時代とかでは、敵の総大将がなんとかっていうしね。そうだぜ、そのイメージでいいと思うぞ。それで、次の予言はこのような内容だ。海の津波に気をつけろ、前にも知らせてやる。これは災害を予言しているのかな？そうだぜ、解釈は人によって異なるが、おそらく津波が関係する災害を予言していると考えられることが多いな。津波が関係する災害といえば、東日本大震災だね。確かにそうだな。だけど年代によっては、南海地震だったり、福井地震だったりするので、はっきりしたことは分かっていない。また、今後発生する地震を予言している可能性もあると思うぜ。今後ってことは、アウターライズ地震や南海トラフ地震とか？その可能性はあると思うぜ。また、ヒツキ神事は、富士山に関する予言が多く残されているんだ。中でも代表的なのが次の予言だぜ。富士山は日本にとっての象徴である。この富士山を汚すことが今後続けば、二度と登れなくなるだろう。二度と登れなくなるって、言い回しが怖いわね。確かに、何とも言えない怖さがあるな。それで、この予言を解釈すると、富士山は日本の象徴なので、大切にする必要がある。だけど、最近は大切にしていない傾向が強いので、一度噴火してリセットし、新たな人物たちが登場する、という感じの解釈になるぜ。新たな人物たちって、何なの？いろいろな解釈があるけど、一般的には、信仰心が強い人物だと言われているな。すみません、毎日アーメンって言います。それは違う宗教だな。だったね、となると、私もマリサもリセットされる側だね。否定はできないな。それで、ヒツキ神事では、世界情勢について、予言がされているんだぜ。え、世界情勢ってことは、ウクライナ問題とかじゃないの？鋭いな、その通りだぜ。それで、予言の内容は次の通りだぜ。ロシアに上がって、降りていた悪神が、いよいよ神の国に対して攻めてくるときは、この世の終わりと思った方がいいだろう。ロシアが攻めているってことは分かったけど、正確な予言の内容がわからないわね。予言の解釈は人によって様々だけど、一般的には、ロシアが北から日本に対して、攻めてきたときは、この世の終わりだと考えられているんだ。現在のロシアは、ウクライナに対して攻めているから、今後は日本に対して、攻めてくる可能性があるのかもね。そこは何とも言えないな。だけど、第二次世界大戦が起きている際に、日本はソ連から侵攻を受けているからな。もしかすると、その時が世界の終わりだったのかもしれないぜ。確かにそんな気がするわね。じゃあ、この世の終わりは、何とか回避したと思ってもいいのかな？そこは何とも言えないな。今後のロシアの動きで、変わってくると思うぜ。確かにそうだね。それで、ヒツキ神事には、世界の終焉が予言されているんだぜ。え、またこの世の終わりが、予言されているの？もう勘弁してほしいわ。まず、予言の内容は次の通りだぜ。根の年を真ん中にして、15年前後が正念場となるだろう。根の年っていうのは、ネズミ年のことを表しているんだよね。そうだぜ。それで、近年の根の年は、2008年、2020年、2032年なので、おそらく、2032年に、世界が終わる可能性があるということになるんだ。ひぃ、あと10年しかないわね。予言が正しければ、そういうことになるな。また、ヒツキ神事以外でも、多くの予言者が、2022年から2032年の間に、とんでもないことが起きると予言しているので、今後の世界情勢などに注目していきたいな。私は、何も起きてほしくないけどね。ヒツキ神事には、日本に対して、二度終焉を迎える可能性があると、予言しているんだ。え、そうなの。しかも、2回もあるなんてヤバすぎでしょ。確かにそうだな。それで、そのことを具体的に言うと、一つ目が第二次世界大戦だぜ。確かに、第二次世界大戦において、日本はものすごい被害を受けているしね。日本の終わりと言っても、過言ではないような気がするわね。それで、2回目はどうなの？それはわかっていないんだ。何それ、予言がされていないの？いや、ヒツキ神事には、いろいろなことが記載されているんだけど、どれが、日本の2度目の終焉になるのか、意見が分かれているといったところだな。なるほどね。17年間も作成されたから、いろいろなことが記載されすぎているのね。そういうことだぜ。だけど、一説には、日本が消滅する際に、
3分の1の人間は生き残ると言われているんだ。3分の1は生き残らせてくれるのね。なんとしても、3分の1になりたいわね。まあ、そうなんだけど、その残された3分の1の人間が、新しい神の国を作ると、言われているんだぜ。なかなかぶっ飛んだ予言だね。確かに、ぶっ飛んだ予言なことは間違いないけど、日本はもともと、神の国だと考えられていた時期があったことは、間違いないぜ。確かに聞いたことがあるわね。だから、もう一度神の国が作られても、決しておかしな話ではないんだ。そうかもしれないけど、私は神の国に住みたい気持ちはないわね。どうしてなんだ？いや、何か罰当たりなことをしたら、処分されそうでしょ？心配するな、霊夢。霊夢の存在が罰当たりだぜ。ひぃ、傷口をえぐらないでほしいわ。それじゃ、火月神事に関する話はここまでにして、次は、住ゆき子さんの予想について、話していくぜ。よろしく。ゆき子さんは、火月神事を次のように解釈しているぜ。火月神事の記述にあるように、2022年から2035年までに、とんでもないことが、起きると思います。これは私の予言ではなく、専門的に予言者として活動している方たちの、言っていることをまとめた内容です。なるほどね。やっぱり、火月神事に書かれている内容に、多くの予言者も共感しているんだね。それで、気になるのは、ゆき子さんは予言者なの？いや、ゆき子さんは予言者ではないぜ。少し話が逸れるけど、ゆき子さんは、不思議サイト、トカナの名物編集長として、活躍していた人だぜ。また、現在は編集長の座から降り、都市伝説を中心に、様々な活動をされている方だな。ほうほう、気になる人だね。もう少し、プロフィールを詳細に教えてよ。わかったぜ。ゆき子さんは、幼い頃から怖い話や都市伝説に関する話が、大好きな女の子だったそうだぜ。それから、上智大学に進学したゆき子さんは、途中で中退し、その後は、白夜書房や、BAB ジャパンなどに就職して、働いていたんだ。それから、株式会社サイゾーに入社したゆき子さんは、ハピズムという、占いサイトの編集を担当することになるぜ。ハピズムって、聞いたことがあるわね。ハピズムは、先ほども少し触れたけど、主に、占いや海外スピリチュアル事情を、配信しているサイトだな。なるほどね。また、ハピズムに掲載していた、オカルト系の記事の反響が良かったので、2013年に不思議サイト、トカナを立ち上げ、活動していた人物だな。そして、現在はトカナの編集長の座を降り、様々な活動をされているぜ。よくわかったわ。それに、ゆき子さんは美人な人だね。確かに、顔立ちがものすごく整った方だな。さて、こんな感じで、ゆき子さんも日本に危機が迫っていることを予想しているし、多くの予言者も、今後はとんでもないことが起きると予言している。全く大変な世の中になっている感じだな。そうだね、もしかすると世界の終焉は、災害が原因かもしれないしね。今後は何があるのか注目していきたいよ。そうだな、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。